おはようございます、こんにちは、こんばんは、バイオショック続きをやっていきましょう。はい、前回から、一応ね、なんかアイテム作りのための素材集めを してるわけなんですけども、いやー、蜂蜜、まあ、酵母だっけ、酵素だっけ、酵素かのね、収集位置が、収集場所がね、相当きついんですよね。なんだっけ、蜂蜜、蜂蜜を集める場所の、にある、巣箱がね、失礼巣箱をね、調べようとするとどうしてもね、なんか敵が出てくるんですよね。あれどうにかならないのかな。神は俺を愛して聖書に書いてあったから、あれ？よいしょ。レンチ。よいしょ。なんか敵がどんどん増えてくるんだよな。無限湧きはちょっとやめてほしいな。噂話は寄生虫が使う手段です。フォンテインは死に、ラプチャーは生きています。そういえばチラッとだけなんだっけ、 このゲームのストーリー的なものを、ストーリーっていうか、今までね、結構どういう話なのかっていうのがよく分かんなかったんで、ストーリーの部分だけ見たんですけど、結局ここの場所自体はそのフォンテインっていう人とが、となんかその、ライアンと、まあ戦ってたわけじゃないんですけど、まあ結構、力、権力争いみたいな感じだったのかな？で、結局フォンテインが負けて、まあライアンが支配してるみたいな感じっぽいですね。でも一応そのライアンのやり方に、異を唱えてるのがそのアトラスと。でもフォンテインとも一応、アトラスはあんまりこう、仲は良くなかったみたいです。あ？よいしょ、よいしょ、てい、よいしょ、リシュスプライスさあ、よいしょ、ああ、よいしょ、オッケーオッケー、さて、じゃあ行きますか。ちょっと調べてないところ、駐在。まあ、いっか。ここは調べられない。調べられない。
こも調べ終わってる。これも調べ終わってる。危ねえ。よいしょ。いただき、はあ、これの繰り返しか。調べるごとに敵が出てくるんだよね。うん、とてつもなくめんどくせえ。さて、はいはいはい、しれ、こ行くのよ、ね、よいしょ。よいしょ、やばい、これはやばい。よいしょ、あら、ん、どこ行った。何も残っちゃいないって、ふざけんなこの野郎。あ、やべ、蜂に襲われて倒れちゃえばいい。よいしょ、はい、よし、あとは、いて、これも終わってる。よいしょ、ピストル、ラッキー。はあ、難しいな。結果今、酵素サンプルが4つだから、あと3つ探さないといけないんだよね。お、ピストルか。気持ちいい。カースコスサンプルあった。よいしょ。へえ。よいしょ。よし。あぶね。
あと一つか。よし、オッケー。多分ここで全部集まると思うんだけどね。蜂の巣。あとどこだ？探してないの。これか。コースサンプルあった。あー、しまった。くそーゲームは本当勘弁してほしいな。とりあえずまあお、グレネード、これはありがたい。イブ注入器、これだけあれば十分だ。十分、十分ってわけでもないけどね。いやほんとね、このエレクトロボルトが優秀すぎる。アンドリュー・ライアンは聞いています。あなたは人ですか、それとも奴隷ですか。一応こっちにはもう用はない感じでいいのかな。イネスバンク今どうだっけ。あー、こんな感じか。エンジニアトニックって何か今あったっけ。エキスパートハック、金庫やダイヤル上のハッキング難易度が低下する。金庫破りハッキング時に警報タイルが1枚減少、オーバーロードタイルが1枚減少する。あー、難易度低下の方がいいかな。カメラの警戒時間減少する。見つからなければいいっちゃいいんだけどね。あ、でもエンジニアトニック地の方がいいちゃいか。どうなんだろう、こっちにしておこうか。あとはレンチ使い、火炎陣、火炎から受けるダメージを減して軽減し、火炎系の攻撃使用時に与える。ラプチャー1、熱いトニック。あー、こんなもんか。あとは、蒸留水を、入手すればいいだけか。さて、多分こっちで集まると思うんだけど。どうしてあんな仮面をつけてるんだろう。きっとかつては自分が誰でどんな外見だったのかもどこかで覚えてて、自分を恥じているのかな。恥じてるのかな。どうしよう。まあ恥じてるっていうか、よいしょ。まあ前からちょっとは気になってたよね。このなんでこいつらがあの変な仮面をかぶってるのかっていうのは。横行って、上、でこれとこれを入れ替えればいいか。ほい、よし。金庫、スタートハック、なんでや。なんで今変なのと入れ替えた。
こうして、こうして、あと横、これでいいか。よし、蒸留水、5アルコール、いただき、4つ、これであと3つか。よしよしよし。破壊されたセキュリティカメラ、ワインがいっぱい落ちてるな。ここワインセラーか。よいしょ。ライフステーション、これでつなげの、横にして、これくらいだったらなんとかね。そういえば前回のあれ配信でも言ってましたけど、結構ね、自分お酒飲みながらねやると、実況してると、こうなんかいろんな雑念がなくなって、こう普通に実況を。さあ、理想主義、機能性の維持。子供たちがアダムを効率よく生産するための機能性を維持しなければならなかったわ。本当は植物状態にしてしまいたかったし、彼女たちがいるととても居心地が悪かったの。あれを腹部に移植したとしても、彼女たちはまだ子供だから、遊んだり歌ったりしていたわ。時々彼女たちは私のことをずっと見て、そして時折微笑むの。まあ罪悪感とかいろいろ思っちゃったんだろうね。横が欲しい。横に行って、上に行き、上に行き、あとは横、あった、はい、よし。どうだ今、ファーストエイドを2つくらい持っとくか。それくらい、2つっていうか、まあいいよ。他に何かある？こっちなんだよな。ワインがたくさんある。いや、僕はね、赤ワインより白ワインの方が好きなんだよね。以前ね、ちょっとお酒屋さんで買ったちょっと高めのね、ワイン白ワイン飲んだんですけど、めっちゃ美味しかったんだよね。いや、ただね、赤ワインだとちょっと渋みがあって、あんまりこう、ちょっとね、自分が苦いのとか苦手なんで、渋さはちょっとダメだな。だからワイン飲むときは基本的に自分は白ワイン飲んでます。おお。こういうのってなんかテレ
ピュルムかな、コーネットじゃない、テレキネシスで、ねえ、そこにいるの？おりゃ！で、こっち来い！へへへ、こっち来い。すまんな。よし、上流水。あと、何個だ？あと1個。うん。何この音？怖いからやめて。ここってなんかいけないのかな。下から行ったらどうなる？コエンさん。嫌な匂い。あぶね。当たるものか。よいしょ、怖っ、びっくりした。アイスプライス見て、っと、ライアンさんの目に留まるって、そんなにスターになりたいのか。いや、自分もね、以前は声優になりたいっていう夢はあったし、まあ今でもね、なんかそういうちょっと自分で何か表現できる仕事とかやりたいとは思ってますけど。わかる。とりあえず、まあ人それぞれね、いろんな夢あると思いますよ。実際ね、まあいろんな前回も言いましたけど、なんだっけ、いろんな VTuber さんの動画とか見たりしてね。ラザロベクターのための部品は全部あるから。ラザロベクターだったらクラフトステーションに行くのがベストだ。それからラングフォードの研究室に行って噴霧器にそれを全部入れてくれ。はい。そうすればこの霧はすぐに晴れるはずだ。ああ、ちょっとお願い。お手伝いお願いします。ちょっとね、敵が怖いからね。はい、怖っ。ナイスビッグダディ、ありがとう。うわ、出てきた方がいいぞ。どっちも楽になる。あれか。どこだ、どこにいる。どこでしょう。
あ、一回写真撮ってみる。よいしょ。レッドヘッドスプライサーの緊急進展。幻だ。うわ。お願い。痛い。痛い。あ、ヒットポイント見てなかった。ここはどこだ。ごめん、ビッグダディ、そこどいて。お前の構えは違うだろう。うわっ、熱っ。お前なんか嫌いだ。いや、こっちだって嫌いだよ。一人いたっぽいけど、どっかから撃ってきてるね。どこだ。て銃弾の音はするんだけど、おう、ごめん、ありがとうね。ショットガン、よっしゃ。まだ下がある。いや、下じゃないな。どっかから、なんか、ね、ん？蒸留水、タバコ、蒸留水、お、異物注入器。なんだろうね、なんかつながってるっぽいけど。タバコ、うん、嫌な予感がする。死体、遺伝子バンク、いや、いいか。蒸留水、てか蒸留水もういらないと思うんだけど。レッドヘッドスプライサー、よいしょ。念のために、恐縮だが早くしてくれないか。空気が薄くなる一方だ。ちょっと待ってね。味方を使う。
ちょっとさ、ビッグダディどこ行った？上？なんかあっち、ま、ほらよ。よいしょ。なんかなぜ。こっち？こっちにも部屋があるのか。よし。ていうかワインあまり飲まない方がいい？もしかして。今更だけど。美味しいのに。木箱。まあでもお酒好きだからな。あえて会社の人には内緒にしてるんですけどね。自分がお酒飲めるって。もう僕を避難するのか、殺すぞ。よいしょ、どこ行った？よいしょ。あれ、あ、パワーステーションか。電車力強化、消費ケミカルガンの消費、これちょっと欲しいんだよな。前に使った時すんごい勢いで減ってたんだよね。しょうがない。撮ってみるか。新しいコンバットに行く写真家の目。研究写真を撮る者たちは誰でもよりいい写真を撮れればと思っています。トニック写真家の目を見込めばきっと全体像が見えてくることでしょう。今はいいかな。うわ、いてえ。マジか。やっぱりなんか繋がってたと思ったら罠かい。よしよし、じゃあ次、とりあえずじゃあ戻っ、どこ行ってたんすか。あ、手伝ってもらえる？よし、じゃあ上に戻ろう。よし、いやいやいや、びっくりしたわ。そっか、ホーネットにはそういうデメリットがあるんだ。味方も攻撃しちゃうのね。せっかく連れて行ってもホーネットはじゃあ使えないな。まったく。どこだ。セーフを疑い
これは触らない方がいいな。じゃあどうすればいいんだっけ。これはフーディニスプライサーなんだろう。バカじゃないの。自分で炎技使う場所を考えないとさ。てかそりゃね、油の上でね炎技使ったら燃えるのは当然でしょう。いや科学者の科学者っていうかな、科学者の街って聞いたことは聞いたけど、とりあえず。そっちにもいるのか。くそ。敵が多すぎる。クラフトステーション。クラフトステーション行ってみるか。ハッキング。あれ、ここってハッキングしてなかったっけ。これで、上に上げの、これでヒッピアリーの、これじゃないな。これだ。こうして、これじゃない。こうして、ああ、ダメか。ハッキング。これで上に行きの、上に行った。あとはこれだ。はや。よし、クラフトステーション、ラザロビクター、これか。よし、ラザロビクター、これで一応なんだっけ。どうやらその発明からすると君がまた新たなラザロベクターの生みの親になったようかな。ではベクターをセントラルミスティングコントロールという装置にはめ込んでみてくれ。はい、じゃあ、一応矢印の方向に向かえばいいのね。さてさて、どこだろう。こっち？アルカディアの、アルカディアに戻る。よしよし。じゃあこれで、ワイン。まあここ最近はあのコロナの影響とかでね、いろいろとこう自粛とかで。あれなんですけど、家にいる機会が多いんで、まあ、お酒飲むしかまあお酒飲んだりとかする機会が結構多くてね、別に飲み会じゃないんですけど、暇だからうちで、まあ、お酒買ってね飲んだりとか多いんですけどね。皆さんどんなお酒好きですか。ワインも美味しいんだけど、カクテルとかも好きなんですよね。よく飲みに行ってたりするんですけど、最近はあまり飲みに、お酒飲みに行くお店が開いてない、開いてないからな。さて戻ってきたぞ。運命を受け入れてはどうかね。
すぐに酸素はつき、あとは眠りにつくだけだ。無理だ。いやいや、いきなりそれかよ。ヘッドヘッドスプライサー。お金取れないってこと？財布がすでに、あ、所持金ってあれがあるんだ。ここは俺だ。よいしょ。そっか、じゃあ結構何か買っときたいよね。さっきのところをこんなライアンのなんか罠みたいなあんな終わり方でいいのか。っていうか一回戻ってみる。さっきいろいろ何個か破壊したけど、色で判断。おう、いいこと教えてくれるやつがいるんだな。寄生虫はラプチャーに目をつけています。警戒を怠らないようにしてください。あれ、たくさん破壊したはずなんだけどな。たくさんってわけではないけど、うん、ないことにされちゃった。所持金は十分ある、うん、よいしょ。ファーストエイド500ドルまでしか残ないのか。はーい。お金ができたらね。アダムももうないんだよな。イブもゼロだし、あんまりこう無駄遣いはできないよね。どっかこの先にあったっけ。戻ってきたぞ。ヘッドショット。悪いな。この先か。あれだよね、あのこのベクターのパイロベクターだっけのなんかあの研究してた女性が殺されたところ、ヤングフォン。はあ、さてさて、ここら辺は全部機械とかもハッキングしてあるはずだから、ベンディングマシン。ああ、
ここあれないのか。あ、いや、ある、イブ注入機。3256、よし、 OKOK。 いや、いい、よし、これであとはこのパイロベクターを、よいしょ、フーディーニスプライサー、なんでフーディーニスプライサーは死んでんの。いやいやいや、セントラル、ここにそのどこだ、パイロベクターはどこに差し込めばいいんだろう。机、多分ここだと思うんだけど、ああ、どこ場所がわからん。埋め込み儀式金庫でもないよね。え、クラフトステーション、あ、これか、これで緑が、このガラクタガタガタ言ってるな、うん、どれくらい時間がかかるんだろう。どれくらい、ジュリーが死んでも何も学ばなかったようだな。もうこれで十分だ。ライアンに居場所を突き止められたようだ。研究室の入り口まで戻って閉鎖しよう。スプライサーを締め出す唯一の方法かもしれない。よし、スプライサーを締め出す、ここからラザルベクターを散布する、研究所の扉を閉鎖する、噴霧装置はこれで起動したってことじゃないの。あ、でも流れていってるよね。え、これとかじゃないの。研究室の入り口を封鎖しろ。はい、よし、研究所の入り口を封鎖。うわ、逃げろ逃げろ。よしよし、よし、これで少しは時間を稼げると。入門でわずかだが送っておいては、うん、多くはないが役には立つだろう。おお、ありがとう。なんだなんだ、ちょっと待って、戻って、多分さっきのあれじゃないかな。ここじゃない。あ、これか。ん？これでもない。なんだなんだ。センサーマイン。ん？来やがったの。来やがった。いや、それ無理でしょ。無理で、無理です。いや、これどういうこと？今回はここまでにしましょうか。
げえ戦ってんだけど。あ、もしかしてタレットが戦ってくれてるのか。じゃあ今回はここまでにして、次回どっちに向かえばいいのか分かんないんで、まあ次回は次回で、とりあえず敵を全部蹴散らしてからですね。ではお疲れ様でした。